位置する農業州ノースダコタ州における自然地理、人文地理の対象となる特徴、すなわち地形、気候、産業、交通、都市、民族について扱う。ノースダコタ州の位置ノースダコタの地質、地形、土壌を決定した要因は先カンブリア大における安定陸海の形成、中世大白亜紀における海進。 新世代更新予におけるローレンタイド表彰の発達にある。ここに大陸製の気候、すなわち年角差の大きな気温変化と乾燥限界に比較的近い降水量が保たれたことで風土が形成された。すなわち平坦な地形と草原、特殊な土壌である。ノースダコタは冷涼で乾燥した気候、地形、すべての土壌のうち最も肥沃なモリソルが 修全域に分布していることから、農作物、特に、春小麦の栽培に最適であり、カナダサスカチュワン州と並び、北アメリカ大陸最大の春、小麦地帯として栄えている。全世界でも、このような土地は、ノースダコタ周辺とウクライナにのみ広がる。ノースダコタの春小麦は19世紀中盤の、大陸横断鉄道の時代から、ダコタ小麦として著名であり、 現在に至るまでその地位を保ってきた。州の経済活動は農業を中核としており、交通機関も農業のために役立っている。第二次世界大戦後は、ミシシッピ川の開発を先頭にエネルギー開発が進み、水力、火力、風力などの発電規模が拡大している。 エネルギー価格上昇に従って合衆国最大の風力発電基地に成長しつつある9割近い土地が極めて規則的な区画に基づいた農地として利用される中安定した農業生産に向かない地域では自然保護が重視されており野生動物保護区の数は全米で最も多い人口、人口密度ともに合衆国内でも最低レベルであること 農業が主力産業となっていることから、大平原グレートプレーンズに位置する他の農業州と、同様、大都市は存在しない。州の最大都市ファーゴでもその人口は10万人強。州、第二の都市である州とビスマークは、人口約6万人である。州の総人口は2010年で67万2591人。全米50州のうち第48位で。 テネシー州メンフィス市一市,市の人口よりもわずかに多いだけである。人口密度は3.5人、軽平方メートルで、全米50州のうち第47位である。ドイツ系、ノルウェー系の住民が大多数を占める中、ネイティブアメリカンの社会活動も盛んである。同州は、ニューハンプシャー州、バーモント州、メイン州と並んで、 合衆国内で最も犯罪発生率の低い州の一つに数えられる。モーガン・クイット・農ー社の調査では1994年の第1回調査から常に全米の安全な州のベスト5に入っており2007年の調査では4年連続となるベスト1に輝いた。北アメリカ大陸の中心はノースダコタ州ラグビー市に重なるノースダコタ州の 形状は東西に長い長方形であり、形状はほぼ黄金比となっている。東西5 4 5トル南北3 4 0トルにわたって、ほぼ平坦な土地が広がる。面積は18万3000平方キロメートルカンボジアよりわずかに広く、シリアよりもわずかに狭い。日本の国土と比較すると約1、2である。 ノースダコタ州を国家別の面積順位に当てはめると第87位となる。面積は51の州と地域のうち19位に相当するが、西部、中西部諸州の中では平均よりも小さい。飛び地は存在しない。北の宗教はカナダ国境ともなっており、北西のサスカチュワン州、北東のマニトバ州と接する。西は、 ロッキー山脈に架かる、モンタナ州、東は、五大湖の一つで、世界最大の淡水湖スペリオル湖の西に広がる、ミネソタ州、南は、近郊とラシュモア・サの4人の大統領の彫像で、名高いサウスダコタ州に対する。東の宗教を除くと、井ケ経度に基づく、直線的な地に、国境である。北は、北緯49度線、南は、 北緯45度56分線、西は、西経104度3分線に基づく。東の宗教は、ミネソタ州との間を流れる、レッド川。レッド川はほぼ整経97度に沿って南から、北へ流れている。なお、北アメリカ大陸自体の中心はほぼ西経100度線上に、ノルノースダコタ州ラグビー市と重なる。 北アメリカ大陸の基盤北アメリカ大陸の地質ズレッド側を境に、ノースダコタ州は薄緑色のクリテーシャス、東のミズーリ州は赤のレートアルカオンの地層が地表に現れている。ノースダコタ州の位置はミズーリ側とレッド側の流路からわかる。ノースダコタ州の河川と湖の分布、北西から南東にかけて標高500メートルの東高線が、 分水海となっている。中の中央部から東部にかけて、無数の湖が分布していることが読み取れる。州の平均標高は580メートル。白秋における、北米のヨースノースダコタ州は旋海に沈んでいる。ノースダコタ全域にわたって、ほぼ平坦な地形が続く。これは先カンブリア大以降、一度も地殻変動を受けなかったためである。しかしながら、 海水面の変動による軽度の侵食輪廻が続いており、侵食地形に富む。地理的、生態学的に統一された最小の景観単位であるエコトープとしては、約20種類に分類できる。北アメリカ大陸は、西からコルディレラ山脈、内部低地、アパラチア山脈から構成されており、北東部にカナダ建て上地が広がる。 州の土地すべてが内部低地、すなわち先カンブリア台に形成された金型手上地の上に堆積物が積み重なった土地構造平野である。州の大規模地形を形成した要因は影響の大きさの順に三つある。幾分傾いた構造平野であること、過去の氷床、氷床に由来する河川である。地殻運動による地形は存在しない。 地形区分としては、卓上地に属する。カナダ縦上地は、世界最大の先カンブリア大の基盤岩であり、中央が幾分高く、周辺に向かって高度が下がる。いわば縦を伏せておいたような高度分布が観察できる。岩体自体は、花崗岩などの結晶質の岩石からなる。基盤が縦の形をしていることから、堆積物の量は、 州の北東端でほぼ0メートル、南西部では数百メートルに達する。卓上地、すなわち崖で囲まれたほぼ水平な大地であって、高岩層が基盤となっている。卓上地は一般に基盤の上に古生代以降の薄い堆積層が広がっている。卓上地はロシア大地のように縦上地の周辺に分布するものが多い。以上のような特徴は、 ノースダコタ州において完全に合致している。なお、卓上地とは安定陸海の一つであって、古生代以降の水平な地層が先寒ブリア台の基盤の上に堆積しているものを言う。学術用語としては、水平な高岩層が削り出された、やや大規模な深食面を呼ぶ。通常、そして、ノースダコタの場合も、深食面は水平である。 構造平野とは、古生代や中生代など古い地質時代に由来する堆積層が、ほぼ水平な状態を維持した結果、侵食を受け続け、ノースダコタのように広域にわたる、平坦地となったものを言う。安定陸海でありながら、ノースダコタ州の近くは、過去6000年間に、数メートルという規模で上昇している。原因は、 数万年単位で存在していたローレンタイド氷床が5000から6000年前に消失したことだ。1平方メートルあたり1000トンもの氷河の圧力が失われたため、水に浮かぶ氷の挙動に例えられるアイソスタシーの条件を満たすよう、極めて緩慢ながら地殻が持ち上がりつつある。氷河の中心域だったハドソン湾では1平方メートルあたり3000トン以上の圧力がかかって、 おり、折中心域では、同期間に100メートル以上隆起している。北アメリカ大陸中央部の近くの厚みは、地震波による。州の地形を2分する線が2つある。一つが、州の北西から南東にかけた、対角線にあたる、直線、国道52号線の南西10キロメートルを道路と、平行に走っている線である。これは、 ケスタ地形を特徴づける長大な崖だ。正確には、ケンメアの東、マイノット市の南西、ハービーの南西、ジェームズタウン市の西を結ぶ、線上に崖が連なる。特に州北西部から現在のマクレーン郡に至る部分については、判別型安く、合衆国編入以前のフランス人が、すでに認識していた。 19世紀末に至るまでフランス語のままプラトー、DU こと DU ミッソーリと呼ばれてもいた。消した地形がけと緩やかな傾斜の組み合わせが長距離にわたって連続することが特徴。断層地形ではない。消した地形の概念図広い範囲にわたって硬い地層と柔らかい地層がわずかに傾いて交互に重なっていた場合、侵食によって ケスタ地形が生成するケスタの外見は、写真のように、両線の一方が崖、もう一方が緩やかな傾斜を持つ連続した丘陵である。横断面が非対称であることが特徴だ。構造平野に発達しやすく、特にある方向に緩やかに傾斜し、石灰岩などの硬い体積層と結岩などの柔らかい体積層が交互に重なっていることが、成立条件となる。 このような平野で侵食が進むと、地層の硬さによる、選択的な侵食が起こり、軟質の堆積層の実が侵食されていく。硬質な堆積層が残り、図のような丘が形成される。緩やかな斜面の傾斜は、堆積層の傾斜と一致する。丘の間隔は、堆積層の傾斜角のほか、堆積層の数と厚さに依存する。ノースダコタ州の場合、 他の数は二つしか認められない。すなわち、州の中央を斜めに横断する線と、州北東端、ペンビナ群にわずかにかかる線である。パリ盆地、ロンドン盆地に見られるケスタは、ある一点に向かって傾斜する構造平野に見られる、もので、ケスタは、同心円状に形成されている。ノースダコタ州のケスタは傾いた、平面上の平野で形成されたため、崖が、 数百キロメートルの長さにわたって続く。ケスタは標高500メートルの東高線とほぼ一致し、州を二つに分ける分水海ともなっている。500メートル線の北東側は基盤となるカナダ建上地を古生代に形成された地層が覆っている。これは合衆国中西部の州に共通する特徴だ。ケスタの南西側は、 さらに第3期に形成された地層が重なる。ノースダコタでは、地殻運動が起こらなかったため、ケスタよりも急峻なホグバック地形は見られない。コーシミオの表彰分布北米においては、西のコルディエラ表彰と東のローレンタイ道表彰の間に氷に覆われなかった地域があったが、ここでは無視した。図下中央にビズマークの文字が見える州を2分する。もう一つの線は、 州の西から入り、南に抜けるミズーリ川である。最終表記の一つ前、更新予に、カナダ北東部ハドソン湾を中心とした、ローレンタイド表彰は1200万平方キロメートルにまで発達した。西のロッキー山脈を中心としたコルディエラ表彰と、並び、北アメリカ大陸北部をほぼ完全に覆っていたことになる。ローレンタイド表彰は、 ノースダコタにおいては1万6000年から1万8000年前頃に最大規模に達し、ちょうど州を横断する水揺り川に至るまで発達していたことがわかっている。このため州内には氷河の残した大小様々な堆積物が残る。例えば大平原の真ん中にポツンと数千トンの岩が残っている。岩石の輸送距離は最大 1000km 以上にも及ぶ。 氷河が交代した後は、特徴的な無数の氷河湖と氷通る時に限定されて形成された堆積物が地表に残った。氷河性の土壌、レスも広く分布する。レスは一般にオードと呼ばれている土壌。レスは、中国大陸郊外流域に見られるような砂漠に由来するものと、ウクライナやプレーリー北部に見られるような氷河によって、 侵食された祭流が風によって堆積した風性堆積層に大別できる。一方、ミズーリ川の右岸、州の南西部はグレートプレーンズに属し、起伏に富む。この地域はウイルストンベースンとも呼ばれる。グレートプレーンズでは、ロッキー山脈から東に流れた、河川群が既存の地層を掘り進み大地上、もしくは緩やかな丘陵を形成している。 ベースンとは先カンブリア大の侵食によって形成された大規模な地形である。その後の堆積物のため地表からは規模がわかりにくい。安定陸海上に堆積した地層は最大8000メートルにも及ぶ。ベースン地形は有機鉱物を大量に含む。ウィルストンベースンは合衆国とカナダにまたがる北米大陸最大のベースンであり、石炭、石油。 天然ガスの埋蔵量は品質を問わなければ5本の指に入る。なお、グレートプレーンズの範囲については、議論がある。ロッキー山脈の立ち上がりが生誕であることに、異論はないが、東端は、ノースダコタ州を左右に分ける、整形100度を中心とするという定義が主流である。他に、成形98度線、標高600メートル線、 降水量 500mm 線などの定義がある。整形1 0 0 °という定義に従うと、全面積は130万平方キロメートルとなり、合衆国本土面積の1、6を占める計算となる。グレートプレーンズは、カナダ縦上地を基盤とする点では、プレーリーと同じだ。しかし、表層には、個性大層だけではなく、その後の、第3期の地層が堆積している。 これは、グレートプレーンズ諸州に共通した特徴だ。侵食の結果、州の面積の数パーセントに相当する地域は、バッドランドと呼ばれる、小規模な凹凸が密集した地形を形成した。バッドランドは農業には全く向かない。なお、ミズーリ川の右岸川は、山岳部標準時間、州の大半は、中部標準時間に属する。ミズーリ川を境に、 土地の様相、土壌はもちろん、時間までが異なることになる。ノースダコタ州は53の軍からなる。高度が、最も高いのが南西部のスロープ軍、最も低いのが北東のペンビナ軍。北西から南中央に伸びるギザギザの線は、ミシシッピ川の支流ミズリ川である。州都、ビスマーク、最大の人口を要する都市ファーゴを、 大々色の活字で示した。ノースダコタ州は、西方のプレート境界から 2000km 以上、離れており、ホットスポットも存在しないため、火山活動が全く見られない。過去の火山の形跡も見つかっていない。安定陸海の中心に近いため、終極山地、断層山地、極流期山地など、地殻運動による山地も存在しない。合衆国では、 学術的な区分ではないが、標高600メートルを山と丘の区分としている。この定義に従うと、ノースダコタの山はすべて丘ということになる。州の山は3種類に分類できる。前述のケスタ地形、タートル山地、ビュート、である。第一条の山地としては、州の北端中央、ボッティン王軍とロレット軍、一部がカナダのマニトバ州にまたがる。 タートル山地がほぼ唯一のものである。タートル山地は東西6 0トル南北4 0トルに及ぶ楕円形の領域に広がり、境界も楕円型ではっきりしている。面積は409平方マイル。周囲の土地が標高5 0 0ル前後であるのに対し、山地は6 5 0ル前後の大地となっている。タートル山地は 火星岩の貫入によるものではなく、すべて体積岩で形成されている。具体的には、砂岩と結岩の層からなる。タートル山地には明確な峰はない。それどころか、大地上一面に無数の湖が分布している。これは氷河期にすべて氷河化となったからだ。氷河による侵食により山地は大地上に変化した。大地が平坦であることから、 1>, 1マイルごとの道路網と区画された農地も平地からそのまま連続している。なお、カナダ側には道路、農地とも存在しない。タートル産地以外のほぼ全ての独立盆はビュートと呼ばれる特徴的な外見をとる。ノースダコタは構造平野であり、州全体が消した地形からなると言ってもよい。しかし、州西部では地層の傾きがわずかとなり、 ほぼ水平である。このような地域で浸食が末期に至ると、ほとんどの南層が取り除かれ、ごくわずかな南層の裾野の上に酵層が帽子のように乗った地形が形成される。これがビュートである。ビュートは火山や終極山脈とは全く異なった原因で形成されるため、一般に山と呼ばれる地形とはかなり外見が異なる。 頂上は尖っておらず、平原に薄く切った角柱を置いたような状態になっている。ビュートは、ノースダコタ州南西部だけでなく、サウスダコタ州西部やワイオミング州東部にも見られる、特徴的な地形である。最も著名なビュートは、規模、見かけの良さから、ユタ州とアリゾナ州にまたがるモニュメントバレーとなるだろう。ビュートは、氷河の影響を受けなかった。 ブラジルなどの縦上地中心部に見られる残球と外見が幾分似ているが、生因が全く異なる。縦上地では先カンブリア台に基盤となる編成岩が形成された後、マグマの上昇を受け、筒のような形をした岩体の貫入が何度か起こった。マグマが火山を形成することはなかったが、地下には貫入による火成岩が残されたままになっていた。 時代が下るにつれ、地表が徐々に侵食されていく。すると、高度が高い貫入部分が残り、周囲が削れて低くなっていく。これが残球の成因である。両者は蘇生も異なる。ビュートは大石岩、残球はかなり岩からなる。ノースダコタ州の大半のビュートは、州南西部ミズーリー川右岸側に点在する。例えば、 州の最高地点は、南西の橋スロープ群にそびえるホワイトビュート山。数キロメートル離れると地平線が持ち上がっているように見える。上空から見ると、歪んだ、長方形の台を平地に伏せたようにも取れる。周囲の農地の中にいきなりビュートが立ち上がっているため、大地を削り出したようにも見える。これは、ビュートの船員と合致する見方だ。 周囲の農地の標高は800メートルから900メートル。高度差は150メートルから250メートルに過ぎないが、周辺が全く平坦であるため、よく目立つ。ホワイトビュート山以外にも、ブリオンビュート山、ウェストレーニービュート山、フラットトップビュート山、ブラックビュート山、フェットストーンビュート山、サドルビュート山、プリティロックビュート山、プリティビュート山、 モーマンビュート山、キャメルビュート山など故障にビュートがつく山が多数存在する。これらのビュートも周囲の土地から100メートルから200メートルしか持ち上がっていない。なお、故障にビュートがつかない山も少数ながら存在する。例えばトレーシー山である。しかし実体はビュートである。なお、ビュートはより規模の大きなメサが風化した状態である。 例えば、モニュメントバレーに見られる規模の大きな地形はメサである。ノースダコタ州のメサとしては、ツートップメサと1マイル離れた、ビッグトップメサが目立つ。いずれも、州南西部、バッドランドが広がる、ビリングス郡に位置する。連邦政府内務省は、51の州と特別区、海外領土から587箇所を、ナショナルナチュラルランドマークとして認定している。 ノースダコタ州内では4箇所が選ばれており、そのうちの一つが、両メサである。州の全面積に占める陸水の面積比率は2.4%。しかし、数字以上に、水が、豊かに見える。水り水系アンが本流、くすんだ空色が支流を示す。西から東へ流れていた水売り川が左右に、蛇行しながら、南に向きを変えている部分が、 ノースダコタ州内の流路である。そのすぐ東にある北から南に流れる孤立した支流が、流路が直角に曲がった後、ジェームズタウンを通過する。ノースダコタ州東部は、水売り水系に属していないこともわかる。水売り川をせき止めた、フォートランダルダムサウスダコタ州南端に位置するダム。規模は小さいが、ギャリソンダムと全く同じアースダム方式であり、 発電施設、挙動などのダム付帯設備もよく似ている。ミシシッピ川を構成する各支流の流域ミズーリ川の流域面積が最も広いミズーリ川ミズーリ川は全長 4076km ロッキー山脈に発しセントルイスでミシシッピ川に合流する。ミズーリ川を源流とするミシシッピ川は延長 6019km にも及び世界第四に。 北米では最長の河川である。水リ川の流路のうち約1、7がノースダコタ州を経由する。水リ川の流路はコルディエラ氷床の氷河前園に形成されていた水系をほぼ引き継いでおり泥が多い。水リ川の別名もビッグマディである。水リ川は州内の最大河川でもある。水リ川水系は州の南西側。 面積にして約1、2を占める。州の西端中央、モンタナ州から流れ込み、州とビスマークを経由し、州の南端中央からサウスダコタ州に流れ出す。ミズーリ川は、ビスマークの北西 80km に築かれたガリソンダムのため、西の宗教の 90km 手前に至るまで、延長 286km ものダム湖、坂上湖を形成している。 幅は2キロメートルから6キロメートルである。坂川屋の名前は、ネイティブアメリカンの女性の名前から取られた。ビスマークのすぐ南からサウスダコタ州にかけてもダム湖、おあえ、湖が伸びる。こちらは、サウスダコタ州の中央に置かれたシュートピア近郊のオヘアダムによるもので、ダム湖の長さは3 7 2キロメートルに達する。幅は1キロメートルから5キロメートルである。 ミネソタ側に置かれた四大ダム湖のうち、一つ半が、ノースダコタ州に広がっていることになる。水力発電の仕組み図では、アースダムではないが、概略は、ガリソンダムと一致する。ガリソンダムは1947年に建設が、始まり、1954年に完成した規模にして、世界5位のアースダム。建設費用は、2億9400万ドル。対岸の町、 ガリソンから名前を取った。筒み町長は2 4トル、筒み高6 4ル基部の幅6 2 5ル頂上は1 8ル。筒みと垂直にダムの断面図を描いた場合の上げ底、家庭の長さに相当する。水力タービンの発電能力は最大515メガワット、時坂川親子は178マイルにわたって伸び、 湖の標高564メートル、湖面面積1489平方キロメートル、湖岸線2091キロメートル、溶石23エムエカーフィート。周全体を6インチの水で覆うことが可能な水量を蓄えている。湖川は大河であり、ダム湖が形成されていることもあって、川をまたぐ橋がごく少ない。 ダム自体を合わせても 550km の流路に9本しか橋がかかっていない。ノースダコタ州内にはミズーリ川の支流が数多い。長さ 100km を超える支流が10本以上存在する。ほとんどが州西部バッドランドのすぐ手前に源流を発し、まっすぐ東に流れ、ミズーリ川に合流する。 イエローストーン川とリトルミズーリ川のみ、ロッキー山脈に水源を持つ。逆に、東側、つまり、分水嶺川からミズーリ川に流れ込む支流は、数本しかない。最も大きいのが、ジェームズ川。北から南に流れ、サウスダコタ州内でミズーリ川に合流する。リトルミズーリ川は、モンタナ州州境付近を、 南から北に流れる坂ウィ上湖においてミズーリ川に流れ込む。ノースダコタ州南西部のバッドランドの中心域を流れており、バッドランド周辺部はすべてリトルミズーリ川の流域である。バッドランドにおいては激しく多高し、無数の小さな支流が流れ込んでいる。レッド川分水嶺の東に位置するミネソタ宗教の川、レッド川はカナダに発し 州の北東部を U 字型に大きく曲がり、宗教に至る。その後、宗教全域に沿って南から北に流れ、最終的にはカナダマニトバ州のウィニペグ湖に流れ込む。ノースダコタ州の最低地点は、州の北東の端、レッド川がカナダに流れ出すノイズ近郊の地点である。レッド川水系は、州東部を中心に、州面積の約1、3を占める。 主に、カナダ側に広がる、レッド側の支流側の流域を合わせると、州面積の1、2に達する。レッド側とジェームズ側の流域を合わせて、レッドリバー・オブ・ザ・ノース・ベースウンを形成する。レッド側本流の流域面積は、約1、2がノース・ダ・コタ州内、残りの1、2が、東のミネソタ州にまたがっている。川幅は、下流域においても80メートルほどと狭く、 蛇行が著しい。例えば、ウォルシュ郡近郊では、直線距離にして 50km の区間で60回も蛇行している。このため三日月湖も多い。レッド側には、氾濫源が存在せず、土手を越えると、すぐ隣が小麦畑になっている。レッド側流域、例えば、グランドフォークス市周辺は、ジャガイモ栽培地としても適している。レッド側流域は、 氷床が交代する時期に固定となっていた。このため、湖に沈積した氷石ドレスが層をなしており、濃厚に最適な土壌を形成している。湿潤であるため、小麦以外の作物、例えば、ジャガイモなど栽培が盛んである。流域面積が広く、水源とウィニペグ湖の高低差が小さいこと、流路の形状が複雑であること。 自然氾濫源が存在しないこと、年間を通じて水量が少ないことから、雪解け水など水量が急速に増加した場合、氾濫を起こしやすい。レッド川の流域は合衆国が1818 18年にイギリスから活情を受けた地域とほぼ一致しており、同地域をレッド川盆地とも呼ぶ。湖州内の故障は氷河に由来するものが大半を占める。 例外は不規則な形状を成した州中央東部のデビルズ湖である。50キロメートルにわたって複数の湖が直前上に行く分ジグザグにつながったような形状をとって広がる。デビルズ湖はどの水系にも属さず、州内で閉じた楕円形のベースを形成している。水系面積は3810平方マイル。水系はロレッタ郡南東部、タウナー郡南部、 キャバリエ軍南部、ベンソン軍東部、ラムジー軍全域、ウォルシュ軍西部、ネルソン軍北西部に広がる。流入河川は北から伸びており、20km 以上の河川は6本存在する。流出河川が存在しないため、降水量によっては湖周辺への浸水被害が頻発する。州内全域、特に分水海の北東部において、 小規模な故障が不規則に無数に広がる。これは北に接するカナダや東に接するミネソタ州と似た状況だ。故障のサイズは数十メートルから数百メートル程度のものが多い。いずれも流入河川、流出河川とも存在しないものが大半で、形状は全く不規則である。湖の船員は氷河であり、氷河が刻んだ平行に並ぶ。 傷の形をした湖も多い。最も湖の密度が高い地域ではあたかもスポンジの断面であるかのように湖が分布する。このような土地では0.5マイル区画の農地が形成できないため1マイル区画が最小の単位となっており道路も1マイルではなく2マイルもしくは3マイル沖きにしか敷設されていない。州北東部キャバリエ群のラッシュ湖中央東部 キダー軍のシブレー湖、同じくスタッツマン軍のフィッシャー湖の3カ所はツートップメサ、ビッグトップメサと並んでナショナルナチュラルランドマークに認定されている。ラッシュ湖はプレーリーの草原が残る中に広がる湖。湿地と一体化しており、境界がはっきりしない。4キロメートル四方の領域が湖に属する。シブレーコは複数の円をつなぎ合わせたような形をしており、 3.5km、2.5km 程度の領域を占める。数 km 以内に、バード湖、マクフェイル沼、ストーニー湖、マッド湖、ビッグマッディ湖、バッファロー湖など同規模の湖が散らばり、水鳥が集うことでは、州内一である。フィッシャー湖は、氷河の運搬作用によって堆積した砂礫である、モレーンの間に溜まった湖であり、自然林も残る。 イニシエの氷河湖の名残がよく残っている。形状は円に近い楕円で、直径は約 1.2km。直径だけなら、すぐ脇に隣接するチェース湖の方がずっと大きい。地下水ノースダコタ州の降水量は、他のグレートプレーンズ諸州とほぼ同じであり、年間 400mm から 500mm に収まる。しかしながら、平均気温が低く、 冷帯に位置するため、蒸散量も少ない。このため、灌漑に頼らなくても小麦の栽培が成り立つ。しかしながら、農作物によっては、天水では、不足するものもある。同州では灌漑設備が発達しておらず、このような場合は組み上げた、地下水を用いる。1990年の US ジオロジカルサーベイによると、 ノースダコタ州全体の地下水取水量は 141M ガロン、未知である。これはより降水量の少ない西のモンタナ州の 205M ガロン、非、より気温が高い南のサウスダコタ州の 251M ガロンと比較して少ない。南西に位置するため、降水量が少なく気温が高いため乗産量が多い。ワイオミング州に至っては、取水量が 384M ガロン。 日に達する。ノースダコタ州の取水量が少ない理由はいくつかある。まず、気候である。次に、ノースダコタ州には大規模な耐水槽が存在しないことだ。すべての耐水槽は、毎分190リットル未満の速度でしか地下水を供給できない。センターピボット砲を支える長さ400メートルの山水腕の付け根部分腕には、 数十メートルおきに車輪が備わっており、中心軸の周りをゆっくりと回転する、山水中の山水腕センターピボット法が大規模に普及している、カンザス州の農地一方、グレートプレーンズ諸州でもネブラスカ州より南では、豊富な地下水槽からの取水と、自走回転する長さ400メートルの山水腕を、組み合わせた、灌え農業が盛んであるが、ノースダコタ州では、 センターピボット法はほとんど普及していない。ノースダコタ州の地下水は主に農業に用いられる。64.5%が農業用途だ。先ほど例に挙げたサウスダコタ、モンタナ、ワイオミングの3州についても51.9%から65.4%を農業に用いており、 グレートプレーンズ北部の諸州と比較しても、ノースダコタ州の用途はごく平均的だと言える。地下水の用途として、農業用途の次に多いのが、公共的供給の22.7%。家庭用と商業用、航工業と火力発電が続く。軍別の取水量では、南東部の軍が目立つ。ランサム軍とディ・キー軍では、10から15エムガロン。 日に達する。この2軍だけで、州全体の取水量の2割近くを占める。5から 10M ガロン、日の軍も南東部を中心に6つある。一方、南西部は乾燥していても水を必要とするタイプの、農業自体を避けているため、1軍につき、1M ガロン、日以下の軍が広がる。なお、農業用に限定すると53の軍のうち、 38の軍において1ミリオンガロン、日以下となる。農業用に最も地下水を使っているのはランソム軍である。内陸州ではあるが、わずかながら島も存在する。最大の島はデビルズ湖に浮かぶグラハム島。南北5キロメートル、東西6キロメートルのぼってりした形の島であり、ペンソン軍とラムジー軍にまたがる。 デビルズレークの町の西南西1 5トルに位置するデビルズ湖の湖中の島である。デビルズ湖には州内で3番目に大きな島も浮かぶ。2番目に大きな島はギャリソンダムによって形成された坂上湖に浮かぶマラード島である。ダムの北東を8トル位置しマクレーン郡に属する。東西7トル 南北3 5キロメートルの三角形の島である。島の名前はマガモにちなんで命名された。州の面積のうち87%を農地が占める。ノースダコタ州の農地はタウンシップ制をほぼそのまま継続している。タウンシップとは本来中世イングランドの村を意味するが、アメリカ合衆国におけるタウンシップ制とは、 18世紀後半以降の西部、現在の中西部から西部にかけて、方形の土地測量、土地配分の区画の単位となったものを言う。ノースダコタ州に見られるタウンシップ制は、中西部の農業開拓を個人経営の農家の力で実現するために導入された。リンカーン大統領の署名による1862年の ホームステッド法はタウンシップによる農地の払い下げを規定し、中西部、西部の農業形態を完全に規定した。ホームステッド法では、土地を3段階に区分した。まず、経線、一線によって6マイル四方の正方形の土地を切り分け、これをタウンシップと呼んだ。次に、これを36内の土地、すなわち1マイル四方のセクションに分けて管理した。 最小単位はセクションを4等分した0.5マイル、四方の土地である。800メートル四方の土地を21歳以上の開拓農民に5年以上開拓に従事するなどの条件付きながら、無償で払い下げるという内容であった。同制度は、北海道のトンデン平制度にも取り込まれている。ホームステッド法は、アラスカ州を除き1910年に廃止されたが、 制定以来2世紀以上が経過した現在でも当時のタウンシップの区割りがそのまま残っている。ノースダコタ州は地形が極端に平坦であるため、800メートルごとの正方形5番の目に刻まれた道路と畑が故障の分布などお構いなしに修繕域にわたって規則的に広がる。航空機から見下ろすと800メートル四方の模様がどこまでも広がっているのがわかる。 州内には800メートル四方の区画が約25万枚も存在する。800メートル四方の農地はほとんどが畑として利用されている。通常は農地を4程度の細長い長方形に分けて、作付け、収穫を進める。自作農の家屋は200メートル四方に達する。家屋と庭、農業用機械の倉庫、サイロなどが組み合わさっている。 自作能の家屋は集落を形成しておらず、典型的な理想となっている。サウスダコタよりも南のグレートプレーンズ諸州では、ノースダコタ州と異なる土地の利用方法が一般的である。正方形の土地の中心に回転する山水用アームの軸を置き、円形の高地に水を供給する。これをセンターピボット方式と呼ぶ。地下水の組み上げに依存することから、 地下水位の低下、品質の低下が起こるほか、土地面積の79%しか利用できない。土壌侵食の霊平地が土壌侵食により大規模なバッドランドに変化しつつあるノースダコタ州は過重な小麦栽培を続けてきたため土壌侵食の危険性が非常に高い。このため、州全体にわたって土地保全政策の対象となった。政策の内容は 合衆国連邦政府が農地を10年間借り上げることによって小麦生産から切り離し保全を図るというもの。水路脇の増作、豆化植物の植え付け、層の植え付けなどが主体となった。土壌侵食に対する農家自体の対策としては一般に投稿先行策が推奨されているが、農ス田古田州では土地がほぼ平坦であるため、ほとんど導入されていない。 ナショナルグラスランド州東端のリトルミズーリーナショナルグラスランドは合衆国内の4大ナショナルグラスランドとして知られている。ナショナルグラスランドは農務省長官によって指定された高級的な保護地である。東のモンタナ州と接し南北1 7 0トル東西8 0トルの地域が指定され4000平方キロメートル以上の地域に広がる。 ランド内の地形は南から北へ流れるリトルミズーリ川が刻んだものだ。道川へ流れ込む自然の侵食による小規模な谷が迷路のように無数に走り、工作には全く向かない。不透水性の岩石からなり植物による被覆が少ないバッドランドである。ノコギリの葉にも似た小さな谷が無数に存在する。上空から眺めると樹氷のような谷が 全面に広がっている。農業はもちろん、通行さえも困難な土地である。バッドランドという呼び名も、このような性質に由来する。1マイルごとの5番の目のような道路網も、ナショナルグラスランドには全く見られない。平坦なゴールデンバレー群の大部分を除き、南から、スロープ群の北半分、ビリングス群の全域、マッケンジーの南半分に広がる。ほぼ中央部を、 インターステート29号線が東西に横切る。南端にバーニング炭鉱や油田がある以外は全域にわたってキャンプ場が点在し中央部と北部の特に美しい地域は以下に記述するセオドアルウズベルト国立公園に指定されている。春季には寝雪が残り秋季には紅葉が美しい。山がちな地域では雷鳥や犬足、ビッグホーンが 比較的平坦な地域では、プレーリードッグや、アナフクロウ、アメリカアナグマ、コヨーテなどが生息する。リトルミズーリナショナルグラスランドは、ビスマーク南東、サウスダコタ州との宗教に沿って、北側のセダー川ナショナルグラスランド、南側のグランド川ナショナルグラスランド、さらに州南東端のシャイアンナショナルグラスランドの、小規模な3カ所と合わせ、 ダコタプレーリーナショナルグラスランドとして管理されている。セオドアルーズベルト国立公園いわゆるバッドランドの様相を呈している。インターステート29号の北側に接し、ティキンソン市から 40km にし、ワイオミング州の宗教から 30km の位置に広がる陶器のセオドアルーズベルト国立公園国立公園が主衆国には54の国立公園がある。 ノースダコタ州内には唯一1978年に指定されたセオドアルーズベルト国立公園が広がる公園の領域はリトルミズーリーナショナルグラスランド内の互いに 100km ほど離れた3カ所に分かれている面積は285平方キロメートル首都ワシントンが置かれたコロンビア特別区の1.6倍程度公園内には リトルミズーリ川が流れる。公園の名称は、合衆国、第26代大統領のセオドア・ルーズベルトに、由来する。夫人と死別後、ルーズベルトは、現在の公園に相当する、領域内に幾分かの辞書を所有し、1886年に、ニューヨークに戻るまで2年ほど生活していた。牧場主としてだけでなく、保安官代理としても活躍した記録が残っている。 野生動物保護区魚類野生生物局は全米で500カ所を超える野生生物保護区を管理している。ノースダコタ州は60カ所弱と全米で最も多くの地域が野生生物保護区に指定された州である。ミシシッピ川を経由する渡り鳥の飛行ルートと一致しており野鳥の数が多い。ただし指定総面積ではアラスカ州などに劣る。 特に著名なのが、アッパースーリスであり、アメリカシロペリカンの北米最大の映像地とされる。合衆国内のインディアン居留地の分布、ノースダコタ州内では、5カ所が指定されている。アメリカバイソン50州記念クオータ効果のうち、ノースダコタ州をテーマにした、バッドランドとバイソンのリメンビュートに暮れる太陽を、背景に2頭のアメリカバイソンが描かれている。 グレートプレーンズを埋め尽くしたバイソンも現在は5万頭ほどが放牧されているに過ぎない。2006年発行インディアン居留地、ノースダコタ州内にはインディアン居留地が州内に4カ所指定されている。インディアン居留地とは内務省インディアン局が管理する連邦政府の土地にネイティブアメリカンの限定的な自治を認めたものである。 1887年に制定された、同図一般土地割り当て法により、部族の土地は分割されて、個々人の所有物となった。このため、保留地内には、ネイティブアメリカン以外に売却された土地、咀嚼権が設定された土地が散らばる。地域によっては、半分、いやそれ以上の土地が、ネイティブアメリカンの手から離れている。 アリゾナ州など3つの州にまたがるナバホネーションズ。居留地は別格として、いずれの居留地も全米の約300カ所の居留地と比較すると比較的規模が大きい。西部周辺の2つの郡と南端の郡では、ネイティブアメリカンが所有する事業の割合が10%を超える。他州と比べて、ギャンブル事業の比率は低く、カジノやギャンブル施設は、 州の南東部の5カ所に留まる。ノースダコタの先住民は観光産業に長け、観光収入が主な家計収入となっている。バッファロー放牧も有力な事業の一つとなっている。インディアン居留地は人口が増加する傾向にある。出生率はそれほど高くないが、都市で暮らしていた高齢者が故郷に帰るためである。 州中央南端のスタンディングロック居留地は、数軍全域とサウスダコタ州、高村軍全域にまたがっている。数族の氏族である、ハンクパパの自治下にある。ダコタという名称は、数語で、友人という意味である。州南東端のレイクトラバース居留地は、州内では、リッチランド軍とサージェント軍のごく一部を占めるに過ぎず、大部分は、サウスダコタ州内に広がる。 州西部のフォートバートホールド居留地は、坂上ア湖と、道湖のバンフック湾を中心に6つの軍に、またがっている。3つの部族、すなわちアリカラ族、ヒダツァ族、マインダン族の自治下にある。州東部のスピリットレイク居留地は、デビルズ湖の南岸、ベンソン軍とエディ軍のそれぞれ一部にまたがる。州中央北端のタートルマウンテン居留地は、 ごく小規模で、ロレット軍の一部を占めるに過ぎない。ただし、州北西部ディバイド軍とウィリアムズ軍に4カ所、州中央部のマクレーン軍に1カ所の飛び地がつく。いずれも、聖地としてのビュートである。ノースダコタ州は、アラスカ州などを除き、アメリカ合衆国本土でも最も北に位置する州の、一つである。大陸内陸部に位置するため、海流の影響は受けず、 大陸製の気候が卓越する。気温の格差が大きく、冬季の降水が少ない。気候帯としては冷帯に属する。欠片の気候区分でいう冷帯湿潤気候である。修正端はわずかにステップ気候となっている。降水量は500ミリメートル以下であるが、冷帯に位置するため、乗産量も少なく、周内全域にわたって、水収支はプラスである。したがって、 土壌の中に永久乾燥層は存在しない。全州にわたり年間凍結誘拐回,回数は120回以下であり、ミネソタ州北部と並んで南部や西海岸以外では唯一の例外となっている。これは農作物の栽培に適した条件である。州とビスマークの気温と降水量の年収変化を以下に上げる。30年平均値を用いた。 一年を通じた平均気温、最低気温、最高気温に加え、最も寒くなる1月と最も暑くなる7月についてはいかにさらに詳細なデータを提示する。年平均気温10.2度。1月の平均気温マイナス12.1度。7月の平均気温21.3度。大陸性気候の特徴として気温の極地、すなわち、 最高気温と最低気温が海洋に面した州と比べて際立ったものになりやすいことがノースダコタ州の特徴だ。例えば同州の最高気温は1936年7月6日に標高1857フィートのスティールで記録された121階だ。これは暖かいことで著名なフロリダ州の109階やテキサス州の120階よりも高い。 同意度にある、メーン州では105回に過ぎない。全米の最高気温は海に面したカリフォニア州の134回ではあるが、これはマイナス178フィートという海面よりも低い土地の記録である。最低気温では、メーン州のマイナス 48F に対して、ノースダコタ州はマイナス 60F まで下がる。このため、合衆本土でも寒い地方の代表として、 報道や風物詩などで頻繁に紹介される。本土では、モンタナ州のマイナス 70F が記録として際立って見えるが、これは、ロッキー山脈上の5470フィートの地点の気温だ。ノースダコタは、平原の州であり、標高差がほとんどないこと。井戸にしても、州の南端と北端の距離は340キロメートルに過ぎない。 ノースダコタの農業を決定づけたのは気候パターン、すなわち気温と降水である。例えば、ノースダコタ同様春小麦の主要産地であるウクライナのキエフの値を見ると1月の平均気温が5度ほど暖かいこと、年間降水量が180ミリメートルほど多いことを除くとノースダコタの気候とよく似ている。1月の気温や周期の降水は 植生とは関係が薄いため自然の状態ではどちらもプレーリーとなりほぼ同じ土壌が形成される。合衆国の平均年間降水量分プチズ赤身を帯びるほど降水量が少ない。ノースダコタ州の降水量はほぼ全域にわたって383が、mm、ミリメートルから508ミ、mm、リメートルである州と ビスマークの年間平均降水量は428ミ、mm、リメートルである。ノースダコタ州では酸性は見られない。pH は常に5.1以上であり、正常な雨とほぼ同等である。降水は夏季に偏っている。冬季に雨が少ない理由は、大陸中央部から影響を及ぼす、大陸性の寒帯気団である。北米高気圧の影響を直接受けるためである。 夏季には、艦隊前線が北上するため、高雨に至る。11月から2月までは各月とも20ミリメートル以下に、とどまり、最も少ない12月は11ミリメートルしかない。5月から9月までは40ミリメートルを超え、6月と7月には66ミリメートルに、達する。浸水に弱く、初期に水を必要とする、小麦の特性にあっており、 春小麦の栽培スケジュールと完全に合致した香水パターンであると言える。香水量自体が少ないため、ノースダコタの自然の植生は森林よりも草原が卓越する。周辺諸州と比較すると、ミネソタ州との宗教付近を南北に平均香水量500ミリメートルの東高水量線が走っており、ミネソタ州との宗教を挟んで、東は落農。 西は春小麦の栽培というように綺麗に分かれている。西のモンタナ州に進むと降水が、さらに減少し380ミ、mm、リメートルを下回り、ステップ気候に至る。東高水量線は、州全域に渡りほぼ南北に走る。一般にグレートプレーンズ、つまり、西形100度線、ノースダコタ州の中央より東ではもともと、降水量が少ないため、 干ばつの影響を受けやすい。降水量が何年にもわたって平年の1、2にとどまった歴史的な1930年代の大干ばつ、ダストボールはもちろん21世紀に入り乾燥した気候が続いている。森ソルを育んできたイネカのグラーマ層1メートル近くまで伸びる。新世界の乾燥した温帯、例えば、 カナダ南部からテキサスにかけてのプレーリーなどに分布する。グラーマソは、放牧にも役立っている。モリソルの断面図黒く見える上層が、モリソルの特徴となる有機物に富んだそう。ノースダコタ州の土壌は全域にわたって肥沃な土壌で、ある、モリソルが優勢である。モリソルは、草原黒色土壌とも呼ばれる。モリソルはプレーリーに沿って、サウスダコタ州東部、 アイオワ州、カンザス州、オクラホマ州に主に分布する。モリソルが集中しているのはノースダコタ州と並んで小麦の大産地であるカンザス州である。ウクライナなどのロシア国層地帯にも分布し、氷結していない地表の7%を占める。モリソルは降水量500ミリメートル以下の比較的乾燥した気候下で形成される。雨量が少ないため、 カルシウム、マグネシウムが溶脱していないことが、植物の生育に適する。いわゆる難度上である。雨量が少ないことは同時に草原が形成されることを、意味する。数千年にもわたって、グラーマ・ソー・ボタローはカーチ・ペンデュラや、プレーリー・サンドリードなどの稲科の多年草が繁栄し、有機物、不溶土が蓄積されている。無機物、有機物のバランスが良く、モリソルは、 すべての土壌の中でも農業生産性が最も高い土壌といえる。さらに耐久性が高く長年月にわたって農業を維持できる。ただしモリソルであってもある程度の休館期間を設けずに農業生産を継続すると土壌が疲弊し結果として氷土が失われていく土壌侵食に至る。なおモリソルとは1975年に アメリカ合衆国農務省が定めた、ソイルタクソノミーによる12の分類名の一つであり、従来のプレリード、チェルノーゼムなどを含むものである。従来の区分に従うと、ミズーリガワウガンの土壌は、プレリード、チェルノーゼム、サガンのグレートプレーンズでは、栗色土、褐色土となる。西のモンタナ州は、エンティソル、東のミネソタ州は、アルフィゾルが分布する。 エンティソルは、はっきりとした相違に分かれていない土壌であり、有機物の比率が低い未熟な土壌である。モンタナ州西部には、クリロ土も分布する。アルフィゾルは、カリウム、マグネシウムなどの塩基供給量は、モリソルに次ぐ。従来のポドゾルに相当する。農業に広く用いられる、肥沃な土壌である。 ブリザードノースダコタのブリザード1966年3月上旬の記録的なブリザード送電線のてっぺんだけが雪から顔を出している周南東部のジェームスタウン近郊冬季に気温が下がるのは北のカナダ方面から吹き下ろすブリザードによるただし北東部諸州例えばニューヨーク州に見られるような重い雪を含むブリザードではなく 低温と強風が中心である。これは大陸中心部では水蒸気の供給が不十分なためだ。ブリザードが発生すると寒気による強風が起こり気温が下がると同時に風によるホワイトアウト現象が発生視界が急速に悪くなっていく。雪が少ないにもかかわらず視界が霊になることも稀ではない。小麦の植え付け後にブリザードが発生すると 寝雪きが遅くまで残り、収穫に悪い影響を与える。ノースダコタの主要産業は春小麦であるため、最後のブリザードがいつ訪れるのかというニュースは常に高い関心を呼ぶ。合衆国におけるブリザードの定義は、風速16メートル毎秒以上、視界400メートル以下の降雪状態が3時間以上続くというもの。カナダにおける定義は、 風速11メートル毎秒、視界1キロメートル以下、マイナス25度以下の、降雪状態が4時間継続するというものだ。ただし、十分な水蒸気が供給されると、ノースダコタであってもブリザードによる降雪は驚くべき、量に達する。記録的だったのは1966年3月、上旬のブリザード。3日末月、ノースダコタ、サウスダコタ、ミネソタに、 大量の雪をもたらした。通年20ミリメートル程度の降雪しかない地域でも90センチメートルの積雪に至り、州南東部のジェームスタウン近郊では、写真のように積雪量が6メートルに達した。面白いことに、ブリザードの被害は南のサウスダコタ州の方が重くなる。このため、サウスダコタ州はテキサス州と並んで、 ザ・ブリザード・ステートと呼ばれることもある。ブリザード以外にも冬季に気温を下げる気象現象がある。アルバータ寒冷前線だ。寒冷前線の名前は、ノースダコタから西の方向に 400km 離れたカナダのアルバータ州にちなんだもの。ジェット気流によって西の太平洋から移動してきた低気圧はブリティッシュコロンビア地方のロッキー山脈に至る。 すると、上昇気流が起き、水蒸気を失い、かつ温度が下がる。その後、合衆国へ南下していく。アルバータ寒冷前線が通過すると、10時間で16度以上の気温の低下が起こる。風速は最大秒速20メートルに達する。アルバータ寒冷前線は、水蒸気をほとんど含んでいないために50ミリメートル程度の降雪にとどまることが多い。 規模の大きなアルバータ寒冷前線はブリザードに至る。ノースダコタを含む中西部の内北部の諸州で見られる現象だ。洪水ノースダコタ州は平坦な地形であることが災いし、一旦洪水が発生すると被害が大規模になりやすい。特に、レッド川流域やデビルズレーク周辺は単位時間あたりの排水能力が低く、洪水に至りやすい。 トルネードトルネードは、他のどのような自然災害と比較しても、エネルギー密度が高いこと、発生件数が多いこと、事前の予測、発生後の被害予測のいずれもが難しいことから、恐れられている。合衆国においては、成形110度以東の州に多い。これは、メキシコ湾からの湿った地表の空気と、ロッキー山脈からの乾いた空気が拡泛される、ことによる。 直撃を受けた個人や中小企業にと言っては言葉通り災難ではあるが少なくともノースダコタで発生するものは持続時間が短く被害の及ぶ範囲が戦場であって面積が小さくなることから農業を中核とする集計材に影響を及ぼすことはない1950年から1955年のノアの観測によると ノースダコタ州を襲う竜巻は年平均18個、10万、平方マイルあたり2.5個である。全米では、平均780個の竜巻が発生する。このうちストロングバイオレントに分類される、危険な竜巻は年平均3個、10万、平方マイルあたり0.4個である。10万平方マイルあたりの数は、最も竜巻が多い州と比較して、それぞれ1。 1> 3 1 6二と止まる。最大規模の F5 スケールの竜巻は10年に一度程度しか起こらない。10万平方マイルあたりの値を見ると、最も被害の大きいのが、フロリダ州の8.4個、ついで、オクラホマ州の7.5個、デラウェア州の6.1個である。地域別では中西部など、アメリカ中央部諸州の平均値が高く。 西部は0.1から1.0程度の値にとどまっている。このような傾向は、ストロングバイオレントに分類される竜巻で、よりはっきりする。最高値は、オクラホマの2.4、ついで、インディアナの2.0、アイオアとミシシッピの1.9だからだ。実際、グレートプレーンズ、中西部の諸州は、竜巻街道とも呼ばれている。6億ドルの被害を出した。 合衆国最悪の竜巻も中西部から南部にかけて発生している。1974年4月3日から4日にかけて24時間のうちに平行の軌道を取る148の竜巻が集団発生した事件だ。地震のオスダコタは安定陸海上に位置するため地震がほとんど起こらない。記録に残る限りメルカリ震度階級部以上の地震は起こっていない。 つまり、食器棚が、カタカタと揺れる程度の地震にとどまる。ノースダコタで観測される地震は、ほとんどの場合、周囲の諸州、例えば、アイオワ州、ミネソタ州、ネブラスカ州、モンタナ州に震源がある。州内に、震源地があると確認できた。最初の地震は1968年7月8日に、起こったが、震度は、メルカリ震度階級4。 マグニチュード4.4に過ぎなかった。1872年10月9日のアイオワ州、数ティを震源とする地震と、1877年11月15日に、ダコタ順州で発生した地震が最初期の記録である。1909年5月15日と1946年10月26日の地震は、州内全域で体感があった。 1946年の地震は、モンタナ州に震源が確認され、マグニチュードが7.1と大きい。20世紀最後の大きな地震は1975年6月9日のもので、ミネソタ州に震源があった。マグニチュードは4.4。プレーリーの動物として知られる、プレーリードッグは、実際には、ロッキー山中東部から、 グレートプレーンズにかけた12州にまたがって、主に生息し、5種に分かれている。最も分布域が広く、グレートプレーンズ全域で見られるオグロシュキュノミウス、ルードビシオネス、ワイオミング州を中心に南に広がるオジロシュキュノミウス、ルクルス、フォーコーナーズを中心に、オジロシュの南に分布するガニソンシュキュノミウス群ニソニ、メキシコモンテレーに近いごく狭い領域に分布する。 メキシコ州キノミウスメキシカヌス、ユタ州の狭い範囲に生息するユタ種キノミウス、パービデンズである。ノースダコタ州に生息するのはオグロュのみである。州内の分布域はミズーリガワウガン、つまり州の南西部に限られ、生息数は20万匹と推定されている。アメリカ合衆国は小麦の輸出において長年世界一の座に留まっている。 これを支えているのが、ノースダコタとカンザスの小麦生産である。しかし、小麦以外の農産物の生産も盛んであり、15品目において、合衆国内のシェアが1位である。小麦以外の農作物は主に国内で消費される。以下の数値、順位は2005年時点のもの。州の、主な産業は農業であり、全生産の1、4を農業が占める。 農業生産額30億ドル、畜産生産額は9億ドルに達する。全農業では41億ドルを上回る。輸出作物では小麦が圧倒的で7億5000万ドル、次に大豆と大豆製品の3億2600万ドル、ひまわりに由来する製品と砂糖が3億1800万ドルである。農業の形態としては企業的穀物農業が中核となっている。 人口63万4000人に対し、約1、4が、農場、牧場経営者、農場、牧場労働者である。農家個数は3万個。州の面積18.3万平方キロメートルに、対し、農地と牧場の面積を合わせると1590万ヘクタールに、達する。農家1個あたりの平均農地面積は526ヘクタール。 小麦生産農家のうち1万個は250エーカー以上を作付けしており、1個あたり1万トン規模の小麦を生産する農家もある。これは日本の中規模の県の小麦生産額を1個が生産していることに相当する。1人あたりの所得は2004年時点で35,763ドルであり、全米平均より4.5%低い。 順位としては51の州と特別区のうち35番目に一致する。ただし、34番目は冬小麦生産に特化したカンザス州、36番目は各種農産物を平均的に生産するオレゴン州であることから、ノースダコタ州は農業州としてはごく一般的な所得水準であることがわかる。 農家の所得に占める品目の割合は小麦、肉牛などの家畜、大豆の順である。以下、大麦、トウモロコシ、砂糖大根、ひまわり、菜種、乾燥食用豆、ジャガイモが続く。タバコや綿花は、気候条件から、栽培自体が不可能である。合衆国内のシェアが1位の生産品目は15に、達する。アマニとト、なは、シェアの9割以上。 食用豆、デュラム酒の小麦、インゲン豆は5割以上を、ひまわり油、春小麦、全ひまわり、日油用ひまわり、レンズ豆、白インゲン豆、食用乾燥豆は3割以上を一種で生産している。その他、大麦、蜂蜜、塩爆も合衆国内のシェア1位である。畜産は、起伏に富み、小麦の生産に適さない、南西部の土地で盛ん。 品目は主に肉牛の放牧である。羊毛を目的とした羊、乳牛、豚が続く。小麦生産のオスダコタは春に種をまく春、小麦地帯の中央に位置し、春小麦の収穫が全米で1、2を争う。小麦の作付け面積は1162万5000エーカー。全小麦の収穫では、全米2位であるが、これは春、小麦よりも、 単位面積あたりの収量が大きい冬、小麦地帯の中核州カンザス州が存在するためである。春小麦の発種は4月中旬から始まり、5月上旬に繁忙期を迎える。7月上旬に収穫できる地域も存在するが、多くは8月中旬から9月上旬にかけて収穫する。なお、冬小麦は9月から10月にかけて発種し、5月から7月に、 かけて収穫している。小麦の栽培品種は二つに大別できる。いずれの品種もノースダコタ州に栽培地が特に集中している。粒の硬い外皮が赤みを帯びたハードレッドスプリングは州の小麦作付け面積の約3、4を占める。平年収量は33ブッシェル、エーガー。 タンパク質含有比率が高く13.5%から14%に達するために強力粉に製粉される。強力粉はパンの原料として適する。ハードレッドスプリングは病気に対する抵抗性、タンパク質含有比率、収量の組み合わせによってさらに30種類以上の品種に分類されている。世界市場での需要、競合諸国の動向。 天候の予測、より優れた品種の登場などにより、数年ごとに栽培品種は目まぐるしく変わっていく。デュラムシュトリティクムデュルムの小麦ハードアンバーデュラム、トリティクムデュルムは、外皮が、琥珀色に輝いて見える。デュラム種は、作付け、収穫とも春、小麦より一週間ほど遅い。作付け面積では、全小麦の1、4を占める。 平年収量は25ブッシェル、エーカー。栽培種としては、唯一の4倍体小麦であり、粒が大きく、小麦としては、最も硬い。デュラムは、粒が粗い状態デュラムセモリナに製粉され、マカロニやパスタなどの原料となる。デュラムも15種類以上の品種に分かれる。デュラム種の栽培品種もハードレッドスプリング同様、移り変わりが激しい。州では、 全土の農業生産地域を、命形に9つの地区に分けて管理している。春小麦の生産が最も盛んなのは、タウナー郡、ラムジー郡、ネルソン郡、グランドフォークス郡などを含む北東部である。この地区だけで春、小麦作付け面積の20%を占める。グリッグス郡、トレール郡、キャス郡、バーネス郡などを含む東中央部が継ぐ。 中央部とグレートプレーンズに属する南西部も、作付け面積が広い。デュラム州は、降水量の少ない西部に集中しており、西部3地域で8割の作付け面積を占める。ノースダコタの工業は合衆国内としては、特に盛んではない。しかしながら、カナダ西部から合衆国にかけて伸びるロッキー山脈に、沿って、ウィルストンベースンが広がり、 石油と石炭の埋蔵量に富む。ノースダコタ州西部からモンタナ州東部にかけても至るところに未開発の丹田が広がっている。他州にもまたがった丹田全体の範囲は南北8 0 0トル東西6 0 0トルにも及ぶ。丹田開発が進まないのは炭素分が少ない活炭であるためだ。品位は高くないが、 感電の深度が浅いためエネルギーコストが上昇すれば大規模な採掘に着手するのは難しくない。ノースダコタ州の活端の採掘量は2790万トン。1951年、北西部の太陽河郊外、ウィルストン近郊で最初の油田が発見された。カナダのサスカチュアン州との宗教にかけて南北100キロメートル。 東西3 0 0トルの地域に輸送が存在する。このため、20世紀末に至っても、油田探査は、州の北西部に集中している。州全体では、ペンビナ軍から、ボーマン軍まで、ディバイド軍から、リッチランド軍まで、州内全域にわたって、数百カ所の探査が掘られている。この結果、マッケンジー軍やスターク軍、 ボーマン群など州西部の数箇所で小規模な油田の存在が確認された。マッケンジー群の油田については、複数の油性による商業的な原油の組み上げが継続している。リトルミズーリーナショナルグラスランドにも、複数の油性がある。グラスランド中部、インターステート29号線の南では、フライバーグ油田の探査、敷屈が続いている。 ダム群西部にもリトルナイフ油田が存在する。2004年現在の生産額は小規模ではあるが、原油3115万バレル、天然ガス17億立方 M に達した。商業的に利用可能な金属資源は見つかっていない。地層構造から大深度に銅、鉄などの鉱物資源が存在する可能性が指摘されているが、 他の地域の鉱物資源と比較すると不利である。実際に採取されているのは小規模な砂利や石灰だけである。周南西部の活端にはウラン化合物が吸着されており、総ウラン量にして1万トンに達すると見積もられているが、商業的に回収する方法が見つかっていない。林業、水産業、重工業、第三次産業は未発達であるが、軽工業。 食品工業は存在する。製造品出荷額は2003年時点で64億ドル。製造業の伸び率は高く2001年に至る15年間で30%以上に達した。ノースダコタの企業活動はエネルギー産業に基盤を置いている。合衆国で最古の歴史を誇るビジネス史フォーチュンが公開するフォーチューン1 0 0すなわち最も 売上高の大きい合衆国の1000企業としては、546位に、エネルギー関連企業であるマドゥリソーシズグループが、ランクインする。同社の売上高は34億5540万ドル。事業内容は、グレートプレーンズ諸州における天然ガスと原油の、採掘、生成、供給のほか、発電と配電である。ミネソタ州などにおいては、 鉄鋼の採掘などの工業にも注力している。ベースンエレクトリックパワー共同組合も規模が大きい。同社は非営利の共同組合方式で経営されている。ノースダコタを含むグレートプレーンズを中心とした9つの州で発電、配電事業を営む。契約数は180万、サービス地域は43万平方マイルに達する。 総発電能力3412メガワット。ノースダコタ州内には活炭を用いた2つの石炭発電所と3つの風力発電所を稼働させている。他州にも石炭、重油、天然ガス、風力発電所を所有する。ノースダコタ州立大学と協力して風力発電による水素供給基地の研究開発を続けている。研究拠点は マイノット市である。風力発電に関する業界団体である、米国風力協会によると、2006年4月現在において、ノースダコタ州の風力発電能力は118000キロワットである。これは、現在風力発電量が最大となっている州、カリフォルニア州の1、20に過ぎず、原子力発電所の一つの炉と比較しても数分の、1の能力に過ぎない。 合衆国における風力発電の潜在能力、グレートプレーンズ、特に北部は一年を通じて安定した潜在能力がある。中でもノースダコタ州は全域にわたりクラス4以上の地域が広がるしかし、同協会によるとノースダコタ州は合衆国内における風力発電の建設候補地として最適である。潜在能力ではテキサス州、カンザス州、 サウスダコタ州、モンタナ州が、いずれも1兆キロワット時を超えるが、ノースダコタ州は、カリフォルニア州の20倍以上、1兆2100億、キロワット時の発電能力が見込めると試算されている。なお2004年時点の合衆国全体の発電量は3兆8000億、キロワット時である。州内には、金融機関が104あり、保有資産は276100万,万ドル。 2004年時点のノースダコタ州の輸出額は10億80万ドル。主な輸出先はカナダ、ベルギー、オーストラリア、メキシコ、イタリアである。日本向けは8位となっている。カナダが多いのは商品取引所で売るためだ。日本向けの輸出品目は食料品、農産物、機械類、木製品、コンピュータ、電気製品である。 東洋経済新報社の調査によると、日系企業は進出していない。合衆国51の州と特別区のうち、日系企業が進出していない3つの州の1つである。ソース、ワイザーノーザンパシフィック鉄道、ビスマーク近郊でミズーリ川を渡っている。貨物列車のみが運行されている。背景には南側にかかるメモリアルブリッジも映っている。 カナダ太平洋鉄道の経路カナダのウィニペグとあるすぐ南がノースダコタ州であるノースダコタ州は2つの領域から派生した1846年時点のダコタ白人が入植する前の様子がわかる日本の大陸横断鉄道ノーザンパシフィック鉄道とグレートノーザン鉄道は現代においても貨物輸送に重要な役割を果たしているノースダコタ州は 1803年にアメリカ合衆国がフランスから購入したフランス領ルイジアナの一部である。州の面積の半分、水売り川砂岩に相当する北東部はミネソタ州の一部とともに1818 18年にイギリスから条約により割用されたレッド川盆地だ。1863年にネイティブアメリカンとの大規模な戦闘、すなわちホワイトストーンヒル。 ビッグマウンド、ストーニーレークの戦いを経て、現在のノースダコタに相当する領域は、完全に合衆国の勢力下に入った。その後、短い駅馬車の時代を経た。1880年代に入ると、全米で、年間1万1000キロメートルも鉄道が伸びてゆく。同州においても、西部開拓の輸送路として、まず1883年に、 太平洋岸のシアトルに通じるノーザンパシフィック鉄道が2年後の1885年にポートランドに通じるグレートノーザン鉄道が相次いで開通し東のミネソタ州セントポールを玄関口としてアメリカ北西部の開拓が西へ西へと進んでいった鉄道の建設時地域によってはバッファローの肉が労働者の唯一の食料源となっていたという このようにして、ノースダコタ州自体は、1880年から1890年、頃にかけて、フロンティアとなった。鉄道路線の不設によって、人口が急増し、農地が急速に広がっていく。1889年、サウスダコタ州、モンタナ州、ワシントン州と並んで州に昇格したことも、鉄道による発展がなければ難しかっただろう。 合衆国の旅客輸送に占める鉄道の割合はわずか0.7%に過ぎない。一方、貨物輸送では38.4%を占め、29.7%の自動車をしのぐ。いずれもヨーロッパや日本などの先進諸国とは異なる傾向である。現代の大陸横断鉄道にも同じ傾向が見られる。主に小麦を太平洋岸の港、すなわち、 シアトルとポートランドに輸送するために鉄道が用いられている。小麦の一部は東に向かい、国内集積地のダルース、ミネアポリスに鉄道輸送されている。いずれの都市も大陸横断鉄道の起点である。もう一つの大道脈はニューヨークとバンクーバーを結ぶカナダ太平洋鉄道である。州の南東部から北西部に抜ける。マイノット市において、 グレートのザン鉄道と接続している。乗客用のサービスとしては、アムトラックのエンパイアビルダー号が1日あたり、往復1便、州内を横断している。エンパイアビルダーは、シカゴとシアトルポートランドを結んでおり、所要時間はいずれも46時間である。州内では、ファーゴ、グランドフォークス、デビルズレーク、ラグビー、マイノット、スタンレー、ウィリストンに停車する。 ノースダコタ州を横断するのに7時間30分を要する。グランドフォークスをイリストン間は、ノーザン鉄道の路線を走る。日本のインターステートハイウェイ、すなわち南北に伸びる29号線と東西にわたる94号線が、付設されている。両、インターステートの交点に、最大都市ファーゴが位置する。いずれも1890年以前から、 街道道筋としててて使われてきた道路をなぞってい二十九号線は南のカンザス州カンザスシティから北上しノースダコタ州を通過後カナダのマニトバ州ウィニペグまで伸びているノースダコタ州内では東のミネソタ州との宗教と 10km ほどの間隔を置いている州内の延長距離はメートル。二十九号線沿いの都市は南から ファーゴ、グランドフォークスである。94号線は、北47度線にほぼ沿って東西に走る。94号線は遠く東のミシガン州、ポートヒューロンに発し、デトロイト、シカゴ、ミネソタ州ミネアポリスを経由し、ノースダコタ州を抜けた後、西のモンタナ州ビリングスに通じる。州を横長に3等分したとき、94号線は、 北から2番目と3番目の境に伸びているとも言える。州内の延長距離は5 6 7 1 2トル94号線沿いの主な都市は、東からファーゴ、ジェームズタウン、州都、ビスマーク、ディキンソンである。インターステートに沿っていない都市もある。北西部のウィルストーン、中西部のマイノットが代表例である。インターステート、国道、軍道、 1>, 1マイル道路はすべて実用的な道路であるが、これ以外の種別の道路も存在する。アメリカ中西部12州には、主要空港が13港ある。そのうち一つが州内最大都市に位置する、ファーゴ空港であり、1日32便の到着便がある。ノースダコタ州は、ミネアポリスセントポール国際空港を、バブ空港としている、ノースウェスト航空の便が多く発着し、 32便のうち8便がミネアポリスセントポール国際空港からの到着便である。4便のシカゴオヘア国際空港、3便のデンバー国際空港が次ぐ。ミネアポリスセントポール空港との間に定期便が存在する空港は州内に4つある。州都、ビスマーク、ファーゴ、グランドフォークス、マイノットである。 合衆国本土の人口密度ノースダコタ州とミネソタ州の間、整形97度を境に人口密度が変化していることがわかる。平方マイルあたりの人口で区分した。一人、未満、1から4人、5から9人、10から24人、25から49人、50から99人、100から249人、255から6万6935人。 ノースダコタ州の人口密度緑色が濃いほど人口密度が低い。東の宗教にある都市は北からグランドフォークスとファーゴ、グランドフォークスの西はデビルズレーク、ファーゴの西はジェームズタウン。中央下はミズーリ川沿岸の都市、シューとビスマーク、その西がディーキンソン。ビスマークの北に2つの赤い地域がタイになっているのがマイノット。 北西端には、ウィリストミッシも見える州別の人口規模量だことだと、モンタナ、ワイオミングの人口の少なさが際立つ。100万人、以下、100から500万人、500から1000万人、1000から1500万人、1500万人、超宇宙空間から観測した夜間の、合衆国本土東西に伸びるスペリオルコのすぐ、南西には、地域の核となっている。 ミネソタ州の都市、ミネアポリスセントポール複合都市が大きく映っている。ミネアポリスの北西に大きく見えるのが、ファーゴ、すぐ北に、グランドフォークス、画面中央上端のカナダマニトバ州のウィニペグと、レッド側に沿って、綺麗に南北に都市が並ぶ。ファーゴから西に進むと同じぐらいの明るさに見える、ビスマーク、ファーゴとビスマークの中間には幾分小さな、 ジェームズタウンも見える。ビスマークのほぼ真北にマイノット、マイノットの西にウィリストンも映る。以上のように、ノースダコタ州においては、ほぼ等間隔に都市が並んでいることがわかる。また、東のミネソタ州北部にはほとんど都市がないこと、西のモンタナ州は、非常に暗いことも見て取れる。ノースダコタ州は53の軍から構成されている。ノースダコタ州の、 ダコタの名は、ネイティブアメリカンのダコタ族による。ノースダコタ州の人口は2010年時点で67万2000人。51の州と地域のうち、48位と少ない。1980年代から人口が安定しており、増減幅は2%以内にとどまっている。ただし、65歳以上の世代比率が14.8%と、全米でも2番目に高く。 合衆国の穀物生産における労働生産性は世界でも最も高く一人当たり100トンを超える。このため小麦生産をはじめとする膨大な農業労働に対して少ない人口でも対応できる。合衆国内を含む多くの都市は商業活動、公益から発生したものである。ノースダコタの都市はほぼ例外なく公益が基盤となっている。 都市は成長するにつれ、商業活動の中心が小売業から卸売業に移行していく。ハリスはアメリカ合衆国の都市を都市成立基盤の基準から選んだ。ノースダコタ州からは4つの都市が選ばれたが、卸売都市の段階に達していたのはファーゴに限られ、ビスマーク、マイノット、グランドフォークスは小売都市であった。 ノースダコタ州の都市人口率は2000年時点で55.9%であり、全米平均の79.1%と比べると大幅に低い。51の州と特別区のうち43番目に位置する。これは農業のうちでも企業穀物農業に特化し、タウンシップ制度にのっとった。 理想構造が維持されているからである。人口10万人以上の都市は存在せず、都市間の分業、ネットワークは発達していない。都市の定義は多様であり、都市地理学においても、複数の定義が存在する。最も単純な定義は人口に基づくものである。しかしながら、日本のように5万人以上の人口集中地域を都市と定義する国もあれば、 デンマークやスウェーデンのように2000人とする国家も存在する。合衆国の定義は北欧諸国に近く人口2500人というものだ。グレートプレーンズ諸州、モンタナ東部、リオダコタ西部、ワイオミング東部、ネブラスカ、コロラド東部、カンザス、ニューメキシコ東部、オクラホマ西部、テキサス北部は合衆国の小麦の一。 2. 牛肉の6割を生産する大農業地帯だが、農業従事者をすべて合計しても50万人に達しない。人口5万人以上の都市は2つしか存在しない。農業地帯としては、世界で最も人口密度が低い。人口が過密なヨーロッパ中核部やアジアは、もちろん、アメリカ東海岸のメガロポリス地帯と比較すると、ノースダコタ州は過疎地に思えるが、 アメリカ合衆国内としては珍しくない。例えば51の州と特別区のうち10万人以上の都市を3つ以上含む地域は27州にとどまる。人口10万人以上の都市が存在しない州自体も珍しくない。バーモント州、ウエストバージニア州、デラウェア州、メイン州のほか西部のモンタナ州、ワイオミング州が該当する。 ファーゴの一グランドフォークスの一人口を基準としたノースダコタ州の主要都市を以下に10都市挙げる。古い都市は水売り川沿岸か大陸横断鉄道の駅として起こった。比較的新しい都市はインターステート沿いに分布している。ファーゴ日本のインターステートの交点に位置する交通の要衝。歴史的には北のグレーノーザン鉄道。 南のノーザンパシフィック鉄道という、両大陸横断鉄道の駅として発達した。西部への入り口の一つ。標高274メートル。レッド川に臨む、州最大の都市、ウィリアム・ジョージ・ファーゴの名にちなむ、ノース・ダ・コタ州立大学が所在する。郊外のウエスト・ファーゴには合衆国最大級の、生肉工場を要する。西にわずかに離れたウエスト・ファーゴ。 宗教を挟み、東のムーアヘッドと東西に単一の都市圏を形成している。都市域が農地に食い込むように広がっているが、周囲の農地と都市域の境界は、はっきりしている。都市のサイズは、最大東西1 5トル南北1 5トルであり形に、都市域が広がる。ひまわり栽培が盛んである。ビスマーク州と、 ミズーリ川の輸送を中継地点として栄えた。大陸横断鉄道との中継地点でもあった。ルイス・クラーク探検隊ゆかりの史跡が数多く存在する。標高512メートル。ドイツの鉄血最小ビスマルクから名を取った都市。グランドフォークス・ファーゴの北に位置する。大陸横断鉄道の駅が置かれた都市の一つである。また、ノースダコタ大学の大学長でもある。 ミネソタ州のイーストグランドフォークスと共に都市圏を形成する。標高254メートル。マイノット集中西部の中核都市。グレートノーザン鉄道とカナダ太平洋鉄道が交差するため、鉄道輸送の中核ともなった。標高482メートル。ディキンソン集南西部の中核となる都市。 山地への出入り口に位置し、インターステート94号線に接する。標高738メートル。ジェームズタウン州南東部の中核となる都市。やはり94号線に接する。標高430メートル。ウィリストン州北西部の都市。ミズーリ川の水運の中継点として栄えた。標高573メートル。ワーペトミ州南東端に位置する都市。 29号線に近い。デビルズレーク州中東部、比較的大きな湖が集中している中心に広がる。グランドフォークスとミノットを結ぶ、州道2号線沿いの都市。標高449メートル。バレーシティ州南西部29号線沿いの新興都市。ファーゴの85キロメートル西に位置する。標高 v v v、VVVM。 合衆国の人種構成合衆国の民族分布全体にドイツ系が優勢であるとわかる。ノースダコタ州には例外的にノルウェー系が目立つ。2005年の統計によると、州民のうち92.4%がヨーロッパ系、4.9%がネイティブアメリカンである。この2つだけで97.3%を占める。州別統計によると、 ネイティブアメリカンの比率では7位に当たる。これは移住政策に由来する。アフリカ系の比率は0.8%と低い。アメリカ合衆国に居住する人々は約1、4がドイツ系、約1、6がイギリス系、同じく約1、6がアイルランド系、1、8を占めるアフリカ系であり、以上で2、3を占める。これにアジア系、イタリア系、 フランス系が続く。ノースダコタ州は、全米平均と比較すると、特に、ドイツ系に偏っている。次に、ノルウェー系、アイルランド系である。以上で8割を超えてしまう。ノルウェー系は合衆国全体を俯瞰しても、モンタナ州北西端からノースダコタ州の北西部に、かけて、もう一つ、ノースダコタ州東部中央から、ミネソタ州北西部にかけて、 主に分布している。つまり、合衆国の中でもノースダコタは最も、ノルウェー系が集中している州ということになる。イギリス系の住民は、グランドフォークスや、デビルズレークなどの州北東部、もしくはウィリストンなどの州北西部に集中している。これは、ノルウェー系の分布とほぼ重なっているが、ノルウェー系の方が優勢である。ティキンソン周辺は、例外的に、 スラブ系の移民の子孫が多い。ネイティブアメリカンは、州南東端を除く3つの居留地に集中している。アメリカ合衆国に居住する、ネイティブインディアンなどの比率緑色が濃いほど比率が高い。薄緑が1から5%、緑が濃くなるに従って、5から15%、15から30%、30から60%、60%以上を示す。 ノースダコタ州内にも比率が60%を超える、軍が点在する北米大陸西部のネイティブアメリカンの分布合衆国における違法薬物の使用西部山岳地帯と東部が高い。ノースダコタ州の使用率は低く、人口の6.97から7.62%が違法薬物を使用している。合衆国における 自殺率一般に西部が高く人口10万人あたり13.4人を超える。ノースダコタ州は白で表されており10.9人以下である。ありがとうございます。